今日最後にご案内です。あさって11月7日に天城塾第3回をやります。でこれゲストの講師はですね、鈴木信弘さん、東京大学の教授で、農業専門でですね、日本の TPP 反対をしてきた人で、まあ、日本がですね来年またアメリカとの貿易交渉が始まるわけですけれども、その見通しについて、鈴木先生に語ってもらいたいと思います。11月7日午後6時から立川近くの公共施設で行いますので、詳しくはホームページを見てぜひ参加してください。